ラケットとボールラケットボールとは、四面の壁と天井、床に囲まれた空間で、前面の壁に当たったボールを、ラケットで打ち合う競技。1950年に、ジョセフ・ソベックにより発明された。ラケットで中空のゴムボールを壁に向けて打ち合い、得点を競う。他のラケットを使ったゲームとの、最も大きな違いは、すべての壁面が利用できるということである。 1>, 1対1のシングルが一般的であるが3人や4人で行う場合もある。3人の場合はカットスロートと呼ばれる1対1対1となり4人の場合は2対2のダブルスになる。スカッシュと同様密閉された空間での横、後ろの壁をも使用したラケット競技なので混同されることもある。道具はラケットボールのラケットはシャフトがないか非常に短く。 テニスラケットに近いフェース面積がある。スカッシュはシャフトが長く、バドミントンラケットを全体的に太くした感じである。スカッシュのボールの方が弾みにくい。ラケットボールのコートサーブはサービスゾーンに立ち、ボールを一度床で弾ませた後に叩いて、前面の壁にぶつける。打ったボールが直接前面の壁にぶつからなかったり、跳ね返ったボールがショートラインよりも前の床でバウンドしたり、 床にバウンドせず背後の壁に直接当たったり、天井に当たったりするとアウトとなり、サーブ圏が相手に移る。ボールが前の壁に跳ね返った後は、横の壁に当たってもよく、バウンドに数えないが、両サイドの壁に当たるとアウトになる。サーブの時、レシーバーはレシービングラインより後ろにいなければならない。レシーバーは、ボールが床にバウンドするまでレシービングラインを越えられない。 バウンドする前に打ち返せるのは、ボールがレシービングラインを通過した後である。以後は交互に競技者がボールを打ち返す。スカッシュと同じく、床に2回バウンドする前に、前面の壁に打ち返さなければならない。打ち返したボールが、前面の壁に当たる前に床にバウンドしたら、アウトだが、横や背後の壁、天井には当たってよい。相手が2回バウンドする前に打ち返せなかったら、自らに、 サーブ権があるときは得点が入り、相手にあるときはサーブ権が自らに移る。国際ラケットボール連盟の公式ルールでは、15点選手でゲームに勝利。2ゲーム選手で試合に勝利するが、各者が1ゲームずつ取った場合、11点選手のゲームを行い勝者を決定する。一方、プロツアーを主催する国際ラケットボールツアーの公式ルールでは、 1>, 1ゲーム11点選手で5ゲーム中3ゲーム取った方が勝者となる。また、双方が10点ずつ取った場合は2点差がつくまでゲームが行われる。デビット、ウォーカー、スキルズ、ドリルズストラティジーズ4ラチョットボール、スコッツデール、アリゾナ、ホルカムハサウェイ、インク、ピアニッシモも112。 I S B N 一から八十九万八百七十一から十七から六ウォーカー H T T P コロンスラッシュスラッシュ H H ダッシュ P U B ドットスラッシュブックド H P 三ブックイコール H H 千百七十六 H T T P コロンスラッシュスラッシュ W W W I N T E R N A T I O N A L C Q U E B A L L ドットスラッシュ な、にろプレい、スラッシュ、アイアール、エフパー、セント、イージュ、ルールズ、パー、セント、に、十万、二千、八から二千、十。pdf, ハット、http, コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.irt-tour.com、スラッシュ、インデックス .php。オプションイコール、コム、コンテント、アンド。ビューイコール、アーティクル、アンド。id, イコール、百十八、アンド。間窓、イコール、百六十七。 ありがとうございます。